東京都知事選は7日、投開票が行われる。選挙戦は最終盤を迎え、参戦を目指す、無所属現職の小池百合子氏、71、がリードし、無所属新人の全参院議員、蓮舫氏、56、が、追う展開。また、無所属新人の前広島県秋田方市長、石丸新嗣氏、41、が支持を広げつつある。自民、 公明両党が小池氏を支持し、立憲民主、共産、社民の各党が蓮舫氏を支援する事実上の与野党対決を軸とした選挙戦。結果は国政に影響を与える可能性がある。小池氏は公務をこなす合間に街頭に出て、2期8年の実績と小池都政の継続を強調。力を入れてきた子育て支援や防災対策を、 中心に各分野にまんべんなく触れた公約を掲げていて現職らしい手堅い戦略で進めてきた。チャレンジャーとして全ての都民に向き合っていると陣営幹部。現職として批判にもさらされているが、他陣営に関する言及を避ける。党派職を抑える戦略を取りつつも自己支持層を手堅くまとめている。さらに無党派層にも一定程度浸透している。 蓮舫氏は立民、共産色を全面に押し出す戦略。民間事業として進む、神宮外苑の再開発批判を軸に、小池都政の刷新を訴える。支援を受ける、政党所属の国会議員と街頭に立ち、小池氏を支持する自民の派閥パーティー収入、不記載事件に、たびたび言及、国政の問題を都知事選に重ねる。 人営関係者は、該当活動がどんどん熱を帯びていると手応えを口に、する。立民、共産支持層の大半を抑えているが、党派色を強く打ち出したことが裏目に出たのか、無党派層の動きが鈍いのが課題となっている。石丸氏は、支援を受ける、企業からと、積極的に該当活動をこなす。秋高田方市長時代から得意としたインターネットでの、 発信を活用しながら多くのボランティアに支えてもらっている船体幹部独自の選挙戦で無党派層を取り込みつつある無所属新人で元航空幕僚長の田神俊義75は著名人の支援を受けつつ保守層に訴えるが支持の広がりに欠けている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです この画像は、石丸慎二さんの街頭演説ですね。紫の内輪が見える。X や YouTube を見ると、石丸さんの街頭演説がいかに人気なのかがよく、わかる。確かに話は聞きやすいし、言ってることもまともで、しかもユーモアがある。都知事選を楽しもう、と呼びかけている。この人のおかげで政治に興味を持った人が増えた。政治の見えるか、わかるか、 ぜひやってほしい。神宮外苑に行ったことのある人に、神宮外苑は緑が多かったですかって聞いたら、99%の人は、緑は全然なかった。と答えるはずです。神宮外苑は、基本、神宮球場か、ラグビー場か、イチョウ並木以外に行く理由はありませんので、この3つの目的で来た場合は、 緑を感じることはありえません実際ありませんから緑は普段誰も行かないような神宮外苑の奥の方にあってその存在は都民の1%くらいにしか知られていないと思います要は反対している人の99%以上が神宮外苑の緑を見たこともないくせに反対していると予想します石丸陣営の街頭演説に行ったが ボランティアの皆さんの生き生きした映画を礼儀正しさに感動した聴衆もとてもちゃんと指示に従ってた通行人に迷惑をかけてはいけない石丸さんに恥をかかせない姿勢は立派嘘だと思ったらぜひ確かめに行ってほしい選挙にはあまり行かないいわば無党派ですしかしこの間の合同会見で施策の構想と背景 質疑や回答での明晰さ政治家としての誠実さ等が分かりました政治家としての誠実さは石丸さんと田元さん明晰さは断トツで石丸さん小池さんの不誠実さには唖然とさせられました二度の会見動画で選考を決めました人から言われるでもなく納得する選挙になるかなと思います 7日は例打ちででですそうな勢いですかね。逆転の頼みの綱の無党派層が取れなかったのが敗因ですね。土知事選は見えてきましたが注目は同日投開票の都議補選ですね。ここで自民党が何議席をとすのかイコール何議席取れるのかが自民党への逆風の強さを測る大きな試金石になりますね。八王子は、 萩生田さんの地元まさかここで落とすことは果たしてあるのか都議補選は本当に注目です住宅や株式などの資産を持つ方と持たない方との格差が開いたのがリーマンショック後の金融緩和時代でありこれは先進国共通の現状ですこれにストップをかけるために欧州や米国では中流から下流に転げ落ちた方々が声を 上げ始めていますサイレントマジョリティでいられたのは1億、総中流だったからであり、海外旅行も行きづらくなったと感じる方は自分たちを苦しめる結果を招いた、ポピュリズム政治家とは縁を切る時が来ているのではないでしょうか。経済を理解している方が、首相や知事にならないと、日本の衰退は止まらないと思います。小池氏無党めとは どうやって固めたのテレビ討論会を拒否して討論会自体がなくなったみたいだけどテレビなどの報道もだらしないというか本当に報道する気あるの都知事選の結果はこの記事にもあるように国政にも影響します小池氏は自民党が全面支援石丸氏も東京自民党政経塾塾長代行を選対幹部をするなどの支援で。 自民党による連邦氏への包囲網が整ってます石丸氏は蓮舫氏への支持を分散するための候補ではないでしょうか小池氏が都議会での答弁拒否等についての質問を避けるべく該当に立たないその分の自民党関連の人員を石丸氏に振り分けることができる見事な自民党の選挙戦略です全国各地で 自民党に厳しい判断が下されているが、そのバトンが都民に渡されています。裏金野球統一協会の支援を受ける者が行う政治で、都民は本当に良いのでしょうか。政治には興味なかった。都民だけでなく、国民もそのことを恥じるべきだったと思う。関心がないから、不正や利権が生まれる。それは私たちにも責任がある。 でもまだ間に合うのかもしれません。この腐り切った政治をみんなの投票で変えられるかもしれません。メディアのあり方も含めて政治に関わる全てのリニューアルに期待しています。そんな候補者が都知事になれば希望が持てると思う。みんなで投票に行きましょう。いよいよラストスパートですね。容疑者対決なんて言われた都知事選もものすごい注目を浴びながら。 組織票 vs 民主主義票の戦いになりました。私は石丸慎二さん支持ですが、候補者全員が無事選挙活動を終え、投票率も上がり、振り返れば良い選挙だったねと多くの人が言えるようなものになることを願っています。石丸さんを小さな市長から都知事、スケールが違いすぎると批判する人が多いですが、気持ちの強さと決断力、行動力は 断トツですしかも政党の支持も得ずに戦っている潔く何者にも左右されないことの表れここまで都知事選が注目を浴びて盛り上がりを見せているのは彼の存在以外にないですね極端な部分もあるかもしれませんが問いにはまっすぐに答えてはぐらかさないイエスかノーで答えるシンプルで伝わりやすい 既存性投資時では大きい変化は望めない。今必要なのは極端な変化だと思います。本日の YouTube のライブ配信1万1000人が見ていました。注目の高さがよくわかりますね。